やってきました、桜屋。こちらね、静岡県菊川市のね、お菓子屋さん、製菓屋さんっていうのかな、和菓子製菓の人気店でございます。ほら、菊川の贈り物、桜屋。黒助まんじゅうっていうのがね、人気なのかな。まあね、本当にね、お客さんがね、絶えず入ってて、すごい人気のお店なんですよ。まあ、こちらね、菊川市ということでね。はーい、やばい、やばいよ。もっとちょうだい。やばいでよ。おはようございます。おはようございます。やってきましたね、ついに。ついにやってきました。かの有名な。かの有名な桜屋さん。ヤマエル、はい、桜屋さんは来たことあるの？もうここはもう何、どのぐらいかな、もう20年以上前だね。あ、そうなんだ。あ、老舗なんだね。老舗なんだ。へえ。最近は来ないの？最近全然ご無沙汰してる。あ、そうなの。じゃあ久しぶりってことね。久しぶり。ここね、ヤマエル、すごいんです。なんとなんと私、昨日来たんです。なんてことだ。それでね、あんまりにもね、良かったんで、ヤマエルと2日連続で来ちゃいました。これ生のだだって、これ。地元菊川の恵みがたっぷり詰まった菊川メーカー、うん、へえ、美味しそうだね。美味しそうです。はい、店内行ってきましょう。ヤマエル、すごいのがあるんだよ、うん、これよ、これ。いきなりこれ、いちご衣、これひな人形みたいな感じになってるでしょ。これよ、今ね、昨日来たらね、これ売り切れてなかったの。あ、なるほど。今あるじゃん、これ。やったね。これ全部買ってきます。全部。これね、1個ね、210円ね。全部買っちゃうかな。全部買ったらみんな買えなくなっちゃうじゃん。じゃあこれにしよう。これ。私これ買ってきます。ヤマエルは1個買います。ほら、これ見て。今ね、今のシーズンはイチゴですからね。いちごクリーム大福、これはね、昨日買って食べました。焼き芋タルトもあるよ。お、菊川いちごの美味しいタルトだって。これ美味しそうでしょ、これ。うわ、いちごたっぷり。チョコだらけプリンパフェだって。これも美味しそうだね。うわ、いちごショートケーキプリンだって。うわ、これもうまそうだ、これ。あとはさらに美味しくなりましたの、フルーツショートケーキパフェ。美味しそうだね、本当に。うわ、半熟チーズだって、これ。半熟チーズケーキプリンもあるよ。何これ、プチ生ドラだって。あとはね、こちら菊川の生ドラっていうのもあります。何これ、美味しそうじゃん、本当に。チーズケーキ生ドラ、チョコレート&チョコカスター、モンブランプリン生ドラ、スイートポテト、いちご。あとはこれ、フルーツチョコバナナもあるね。ティラミス、ミックスベリー生ドラ、キャラメルナッツ、静岡抹茶たっぷり生ドラね、栗サンド。おお、うまそう。こうやってね、商品がね、陳列されてますよ。うわ、チョコバナナの生ドラ、うまそう。これ、こうやってね、ギャル曽根さんも来てますよ。あ、草デカも来てます。新聞も出てます。あとは、お、バームクーヘンだ。菊川バーム、菊川バームはね、1個149円税込みね。これプレゼントにいいじゃん、これ。これね、いいね、ハッピークマタン。これね、今年ね、バレンタインチョコをくれる人がいたらお返しこれにします。私はね、バレンタイン、1個か2個です。妻と妻のお母さん、もう5年、ね、それ以外もらったことないです。くまたんたっぷりリンゴパウンドケーキ、パウンドケーキか。
これは栗のパウンドケーキね。和菓子がいっぱいあります。一粒栗パイ、マドレーヌなんかあるね。これは贈答品だね。お、いちごのマドレーヌもあるよ。これどら焼き、バタードラ焼きだって。すごいな、いろんな商品があるね。ゆずレモンのマドレーヌね。チョコレート、キャラメル、これか、これがクロスケってやつか。これがフグアメーカーね。こちらが桜屋さんのオリジナル商品クロスケでございます。はい、単品でも買えます。1個ね、103円、税込み。桜屋さんだけに桜餅あります。1個160円。おお、これも、あ、これね、みたらし団子だね。菊川の餅でついた美味しい団子、これ実はね、今朝食べたんです。めちゃくちゃうまかった。もっちもちでね、結構ね、1個が大きめでね、美味しかったよ。これこれ何、これピヨピヨ卵パン、菊川の卵を使ったピヨピヨ卵パン、こんな感じね。あとはね、これ1枚手焼きせんべい81円、税込み88円だって。これうまそうでしょ。これせんべい、黒ごまに青のり、ネギ味噌、醤油、サラダ。これ実は昨日4枚買いました。美味しかったな。これもまだまだあるよ。これこれオリジナル動物クッキーあります。これかわいい動物のねクッキー、これワンちゃんいます。うわ、猫もいます。お米のクッキーっていうのがあるね。ショコラクッキー、紅茶クッキー、ベーゼルクッキー。これなんかね、あ、バレンタインデイ、ね、これバレンタインどうですかっていうね感じのラッピングされたねお菓子もあります。お、これはなんだ、四十九饅頭。ほら、赤飯も売ってます。紅白饅頭も売ってます。これも人気ありそうだね。カスタードパイ、これ作りたてだよ。これこれこういう感じだって。中にカスタードクリームが入っていてね、注文をいただいてからカスタードクリームお詰めしますだって。これもなんか人気そうだな。餅パイ、あったかいのかな。あ、あったかい餅パイ1個ね、216円。まだまだね、いろんな商品がありますよ。ほら見てこれ、極上バターカステラ、まあ、小分けになってるのもあります。1個165円。イグアのおもてなし、モナカあります。なんかモナカもこうやって見ると美味しそうだな。リーフパイもあります。いや、リーフパイも美味しそうだな。リーフパイもね、バラ売りしてます。バラ売りで1枚185円税込み。まあそんな感じでね、店内はね、いろんな商品があります。ここはすごいね、人気、もうどんどんお客さんが入ってくる。ということでね、本日はね、こちらいちご衣、あとはね、その他いろいろ買ってお土産にしてね、帰りたいと思います。以上です。バイバイ。